はい、では2番、化石のところいきますね。120ページですね。はい、この、化石とですね、次にやるあの堆積岩で、第14回で出てくるあの、火山 の、 あのマグマですねによって、できる、岩石である、まあ、火成岩というもの、まあ、つまり、この化石関係と、岩石関係に関しては、うん、特別プリントというものを用意していますので、うん、そちらをですね、インターネット上からあのダウンロードして、それを使ってですね、しっかり覚えてほしいと思います。で、なので、まあ、ここでは、必要最小限のことしか、詳しくは書き、書きませんけれどもですね、うん、それぞれ、整理したものっていうのがそのプリントにありますんでですね、うん、詳しくは、まあ、そこをしっかり見てくださいということで、はい、まずこのじゃあ、重要なポイントについてこの、化石のところを説明していきたいと思います。はい、まずじゃあ化石のところを読んでいきましょうか。はい、大昔の生物の死骸や生活の跡などが地層の中に閉じ込められて残っているものを化石と言います。ね、はいですね、さっきも言いました、この地層の中には昔の生物の死骸、あの植物の、なんていうんだろう、死体って言ったらおかしいんですけれども、まあ、枯れた跡ですねなどが、眠っています。ね、時があります、ことがありますということですね。はい、そういうのを化石というわけなんですけどもね。はい、続き、化石は地層ができた時の環境とか地層ができた時代、地質時代、ね、地層のつながりなどを知る手がかりになります。はい、じゃあこの、化石には、まあ、この大きく分けて実は2つあるわけですね。これを、地層化石、もう1個が示準化石、ちょっとね堅苦しい言葉ですけれど、しっかり2つ覚えます。地層化石と示準化石ですね。はい、はい、じゃあまずこの地層化石というのはどんな化石なのかというと、うん、今、目で出てきました。ね、地層ができた時の環境がまず分かるって書いてますね。はい、これです、うん、地層化石、ね、もう環境にしてみましょう、うん、どんな場所でできたのかっていうことですね。でそれに対してこの示準化石の方は時代が分かるということです。いつできたのか、うん、これが場所、これが時代ですね。その区別をまずしてみましょう。はい、地層化石と地準化石。はい、地層化石のところじゃあ読んでいきますね。はい、サンゴは今でもたくさん生息していて化石も多く見つかります、ね、沖縄のきれいな海などで、日本でも見られます。はい、で同じ種類の生物は似た生活をしているのでサンゴの化石が含まれる地層ができた当時の環境は今のサンゴの生活環境から知ることができます。はい、でこのように大昔の気候や土地の様子など地球の環境を知ることができる化石を地層化石と言います。つまり、うん、例えばね、サンゴが代表的です、ね、サンゴの化石、暖かく綺麗で浅い海だった。はい、これ非常に、ね、よく聞かれます、ね、3つとも暖かい、綺麗、浅い、うん、この3つの条件が整ってないとサンゴというのは生活していけないということが分かっています、うん、ということは、ね、ある地層で、ね、大昔にできたある地層でサンゴの化石が見つかりました、うん、あ、なるほど、この地層ができた場所というのは、うん、暖かくて綺麗で浅い海だったんだということが分かるわけですね、うん、そのままですけれどもね。はい、でサンゴ以外にもこの地層化石と呼ばれるものにはいろいろあります、うん、代表的なもの、うん、この、ここで書かれている4つは全部覚えてください。はい、まあ、その中でも特によく聞かれるのがこのサンゴなんですけれども、はい、アサリの化石、はい、砂と礫が混じった海底の浅い海だった、うん、ここだけでいいです、もう浅い海だったで大丈夫です。はい、アサリの化石は
浅い海ということだけは分かります、ね、浅いは深いところでは、生活できませんのでね、浅い海、はい、ホタテ貝の、あのホタテですね、の化石が見つかりました。まあ、ホタテは今もね、あります、ね、ただ、寒い地方の海でしか今も生活できません、うん、まあ、このまま、はい、冷たい海だったということが分かります。ホタテの化石が見つかったということはですね、その地層はもともと冷たい海の近くとか海底でできたんだということが分かります。で、シジミの化石、シジミ汁とかで、有名なあのシジミですね、はい、淡水や、ちょっと難しいですね、淡水や汽水域の湖や河口、まあ、分かりやすい言い方をすると、淡水、まあ、普通の川の水のような感じですねと、海の水、海水が混じったような状態ですね、うん、なんかこういう中途半端に混じったような状態のところでしかシジミは生活できない、うん、日本だとあの島根県のですね宍道湖などが有名です、うん、あそこはもともとですね、海だったんですけれども、いろいろこのね、あの大地の変化とかあのいろんな作用が働いて湖に、ね、防がれて湖になる、うん、だから海水もちょっと混じってるわけなんですね、うん、そういう場所でしかこのシジミは生活できない。北海道のサロマ湖もそうなんですけどもね、はい、で、まあそういうことですね、まあ、難しい言い方しますけど、淡水や海水、淡水と海水が混じった場所だと思ってください。だからシジミというのは、まあ、かなり特殊な場所でしか生きれないわけなんですね、はい、この4つ、ね、しっかり覚えておいてください、はい。